何ブツブツ言ってるの？またまた、うまいこと言っちゃって。どうせ誰にでも同じこと言ってるんだろう。それよりさ、名前でも教えてよ。僕は早見ひろみ。はじめも彼女探しに来てるんだろう。だって噂になってるよ。結構前から通ってきているのに、未だ独り身だって。肉体的に何か結果、ね、あの人とかっていうのは冗談だよ。少なくとも僕はそんな噂は聞いたことないよ。だけどさ、逃げるっていうことは心当たりがあるんじゃないかな。いうと仕事とか学校とか。結構それなりのところ行ってたんだね。僕はお茶の湯短大の2年。よろしくね。でさでさ、はじめってメイクラブに入ってからどれくらいになるの？月以上いてまだ彼女できないの？へえ、慎重なんだ。いや、人は見かけによらないんだなって思って。怒ることないじゃないか。正直に思ったことを言っただけだよ。数日前に入会したばかりだよ。だからまだ。でさ、はじめって卒業したらどうするの？いい就職先見つかったの？知ってるけど。まさかあんないいとこに就職できたの？そっか。だけど CAT グループの一員っていうだけで大したものだと思うよ。そうそう、自分に都合のいいように解釈すればいいんだよ。なんだと思う？当ててごらん。相撲っていうのはなんだよ。まあ仕方ないか。僕はね、裁縫部に入ってるんだ。今のはつまんなかったよ。なんだよ。また仕返し？執念深いなぁ。まあいっか。割と暇な時に来るっていう感じだから決まった日はないんだ。そういうことになるのかな。じゃあまたね。
だよ。僕じゃ不満なの？僕って魅力ないのか。ショック。けど魅力ないんだろ。そういうことって面と向かって言う？親しみやすいって言われてもあまり嬉しくないよ。いつ、そりゃ星降る夜、いい人と二人っきりで波打ち際、優しく肩を抱いて、可愛いねって。笑ったな。また笑われたらやだもん。言わないよーだ。決まってるじゃないか。星空の下で二人は結ばれるのさ。やっぱりなんかバカにしてない？本当かな。それを言われると、やっぱり僕って魅力ないのかな。本当にそう思う？はじめに保証されてもな。じゃあよく知り合えばその可能性もあるんだね。自分でもわかんないんだ。あえて言うんだったら、好きになった相手が好みっていうか、自主性がないのかもしれないけど、誰かを好きになるとその人が好きなタイプになって、その人の趣味、好きな食べ物、好きな音楽、それがすごく好きになっちゃうんだ。そうそう、うまい言い方だね。だけどね、失恋すると大変なんだよ。あ、こんなこと話しちゃうと初めから見て僕はきっと対象外になっちゃう。それもそうだね。それで夜の公園でワンワン泣いちゃって、先輩の幸せは壊したくない、だけど僕には先輩なしの生活は耐えられない、だからもう忘れたから。それに初めは僕の初恋の人のことじゃなくて、僕にひどいことをした人のことを言ってくれてるんだろ。先輩の
の幸せ考えたら身を引くしかないだろ。感情的になって殺してなんて言っちゃったけど、人殺しちゃったら幸せになんかなれないじゃないか。だから、ちょっと待てよ。それってお友達でいましょうってことかい？本当に？コロッと言っちゃったの？何それ？つまり僕のことを多少は憎からず思っているっていうこと？ありがとう。僕も初めのことなんか気に入っちゃった。僕は運命っていうものを信じてる。初めと僕に縁があったらまた会えるよ。人を探しているんだけど。え？あ、そういえばそうだね。僕どうしちゃってたんだろう。やだな、ちょっとした間違いだよ。別にいいよ。それに初めには知られたくないことだから。僕たちの中って何なの？来た、まだ分かんない。だけど、うん、そうなんだけど。そう？なんか嬉しいな。お互いにもっともっと知り合わなくちゃいけないって言ったとこだね。なんかこんなところでこんな話してると少し恥ずかしい。やっぱり僕のこと全然意識してないんじゃないの？初めと脈あるって言ったらどうする？僕はね、初めのことを好きだよ。一緒にいても楽しいし。始めがしたいんだったら。だけどもう少し心の準備をさせてほしい。まだ我慢しきれる程度っていうことなんだね。ふん。そうじゃないよ。本当に心の準備がしたいんだよ。何でもないよ、気にしないで。あ、うん、何かあったらそうさせてもらうよ。ありがとう。じゃあそろそろ行くね。
ッチなんだからもう。探し物してたんだよ。僕、視力は両方とも 1.5 だよ。北斗七星のそばの星だって見えるくらいなんだから。視力だけじゃないよ。僕、子供の時から悪いところを見つけることができないくらい健康そのものなんだから。ありがとう。それって僕がはじめにとってそういう存在だってこと？ねえ、はじめは前に僕とエッチするとこ想像できないって言ってたよね。今も想像できない？見せてあげる。そしたら想像する必要なんてないよね。見たくないの？じゃあ行こうよ。も同じことを言わせないでよ。せっかく心の準備をしたのに。僕は嫌。それじゃただの友情じゃないか。僕ははじめと友達以上の仲になりたいんだ。ダメ、電気はつけないで。お願い。恥ずかしいの。心臓が喉から飛び出しそうなくらいドキドキいってる。
情けない話だけど、今にも心臓が破裂しそう。部長とはね、ずっとプラトニックな関係だったんだ。じゃあやっぱり僕に魅力がなかったから。あ、ごめん。僕ったら初め相手に変な話始めちゃって。初め、この前はごめんね、はじめ。あ、そっか、そう言われてみればそうだよね。よかった、僕いろいろ考えちゃって、はじめが再起不能にでもなっちゃってたらどうやって責任を取ろうかとか、死んでお詫びするしかないかなとか。そう？だって僕のせいではじめがひどい怪我でもしたら、僕、賭けをしてたんだ。ああ、そうじゃなくて、自分自身に。もしもう一度僕とホテルに行ってくださいって。ああ、違う違う、緊張してるせいで間違っちゃったみたい。本当は心の準備って言いたかったんだ。で、じゃあよかった。はじめ、また。でも今ならそんな言葉も信じられる気がするな。どうしたの？そんな顔して。え？何言ってんのさ、こうして会ってるじゃん。どうしてこのままじゃいけないの？お互い好きでここで会えて、エッチもできて、なんでそれじゃいけないの？偽り。じゃあ、はじめにとって僕は夢の中であった存在みたいなものなの？怖いんだ。もしも現実であってはじめに嫌われちゃったら、僕そうだけど、少し時間をくれる？少し。半分イエスで半分ノーか。現実で会うのはまだ怖いんだけど、その前段階としてはじめに最後まで抱いてもらおうかと思って。今日はちゃんと心の準備をしてきたから大丈夫だよ。僕耐えてみせる。だからお願い、最後まで僕はじめと一つになりたいんだ。うん、ステップ
というか、あまり当てにされちゃっても困るんだけどね。はじめ、僕だって今なら殺されてもいいとか思っちゃったもん。僕思ったんだ、幸せすぎるほど夢から覚めた時は辛いんだって。はじめは優しいね。でもその優しさが僕を一層辛くさせるんだ。何言ってるんだろう、僕変だね。ううん、気にしないで。それより僕決心したんだ。はじめ、現実で会おうよ。もっともっと僕を知ってほしいんだ。何度も同じこと言わせないでよ。僕心を決めたんだから。でもはじめ、これだけは覚えていてね。僕がはじめを愛する気持ちは遊びとかそんなんじゃなくて本物なんだってこと忘れないで。うん、あ、ううん、なんでもないよ。31日空いてる？だったら昼間のうちがいいね。31日のお昼過ぎに駅前で。いい。僕だって一緒だよ。はじめに会う前に言っとかなきゃいけないことがあるんだ。あのね男なの。怒らないの？僕が決死の覚悟で言ったって。嬉しい。ねえ、少しこのままに。僕ね、とっても嬉しかったんだ。こんな僕のこと好きって言ってくれる人なんか現れないと思ってた。全人類を敵に回しても好きだって言ってくれてすごく嬉しかったんだ。フィールドで言われた時のこと思い出して体がうずき出しちゃった。ちゃんと現実世界でも同じこと言ってくんなきゃやだ。恥ずかしいな。恥ずかしいこと聞かないでよ。はじめにも
ん。それより、嬉しい。はじめ。ねえ、はじめ。この後、ホテルに？無理してない？今、僕がどのくらい嬉しいかわかる？メイフィールドと同じように正直に言ってくれるはじめが、とても嬉しくて、等しい。そうだね。はじめ、あなたの応援があったからだよ。だから、えへん。なんて言えるわけないだろ。はじめ、うん、ちゃんとここに。席が入れられるなんて夢みたいで。うん、全人類は敵に回さなかったけど、たくさんの人に反対されたね。今までありがとう、はじめ。うん、そうだね。はじめ、僕は初めを騙してたんだもんね。だけど、じゃあ僕行くね。短い